どうも、あじま巨匠でーす。ということでね、いやー、なんか意外に反響あるの。まあまあコメント返していくか。なんでコメント返すか。頭くるコメント来たから。あれな、ウィップラッシュって人から、働けだってよ。いやー、そう、なんで働けって言ってね、よくわかんないですよね。なんで働かなきゃいけないのかわからないし、まず俺が何歳かも聞いてないし、俺が働けない年齢かもしれないのに働けって言ってるっていう時点でおかしいと思うんですよ。それが俺はちょっとなんかよくわかんないなーって思って。確かに顔が老けて見えるから働けって言われたのかもしれないし、面白すぎる、センスがありすぎるからゆえに、そのね、未成年とは見なされなかったから働けと言われたのかもしれないけど、真意はわからないけど、働けって言われて知らんがなって話だし、なんか匿名をいいように利用して俺になんか言ってきてんじゃん。いや、気持ち悪いなと思って。すごいこいつ気持ち悪いよね。いや、なんだろうな、昔は元気やってさ、もっと反論できたんだけど、最近俺ちょっとね、いい人間になりすぎてアンチコメントに優しく返すようになって、こいつに返したな。いや、いてーよー。もうウィップラッシュ死ね、マジで。お前のせいで俺のね、俺の命、唇、めっちゃクリームつけるやんってね。いや、分かりやすくしてるだけですよ。今もうこいつクリーム塗ってんなーって分かりやすいっしょ。気持ち悪い。いやー、ほんと気持ち悪いなー。いや、気持ち悪いやついんな、働けって言ってね。よくいるんすよ、なんか気持ち悪い。これ多分頭悪いっす、こいつ。多分こいつ働いてるんすよ、なんか中卒かなんかで。頭悪いからこうコメントするんだよ。いやー、でも多分こいつも働けって言ってる割にはガキだからな。多分俺より年下だと思いますよ。いや、逆に俺より年下じゃないと困る、こんな低能コメントするやつが。俺15歳で今年16歳ですよ。いやー、こんな低能コメントするやつ、逆に俺を年下じゃないと困る。なんで働けって言ってくるかわからないんですよ。そんなしょうもないことをしてるんだったら、働けってコメントもし返ってくるんだとしたら、いや、お前のコメントの方がしょうもねえよって。俺は1700回人を笑わせてるに近いんだぞみたいな。それはないか。まあ15人は笑わせてるぞ、お前に関してはどうだ、1人を不快にしたぞってねえ。いや、何をもって働けっていうのか意味がわからないんですよ。まあ確かに無職みたいな顔してるからな。いや、無職っていうかな、何をもって働けっていうのが気持ち悪いなと思って、すごい気持ち悪い。なんか俺は昔はこういうコメントに、てめえよとか言って元気やったけど、最近はないっす。そんなね、社会的なゴミに俺は労力が割かない。いや、アンチコメント嫌いだけどさ、ヌタウナギさんはいいんですよ。確かにあの人ムカつくよ。ムカつくコメントばっかするけど、あの人結構めちゃくちゃ優しいんですよ。意外に相手してくれるし、意外にノリがいいから、尖った面白いやつだから、一見こいつアンチコメント言ってんのかなって思うけど、面白いんだよな。まあ、AA に頼ってるのは、ちょっとなんかよくわかんないけど、でも面白いから、いいわ。ヌタさんは好きだな。こいつはウィップラッシュさん。働けって意味がわかんないからね。ね、本当によくわからない。真意を教えてくれよ、働けって。なんだろうな、働けって意味がわからないんだよな。あ、1000万欲しいから働け？え？いや、俺は単純に目立ちたいからなんだけど、なんか、あのね、コメントの意味がわかんない。すごいね、コメント書いてるやつ頭悪いと思う。3DS の YouTube でお前見てんじゃねえの？多分 3DS 勢なのかな？なんで働けって言ってくるかわかんない。煽り込むかもしれない。これがなんかね、もし下手したらね、ウィプラッシュさんがなんか、あのヘキトラハウスの公選委員会だったとしても、すごい気持ち悪いコメント残すなと思って。もしこれが相馬さんかもしれない、ヘキコさんかもしれない、ジンさんかもしれない、ステップさんかもしれない、誰かの福岡でやってるかもしれない。でもしその人が福岡でそういうコメント打ってるんだったら、いや、お前センスねえぞって、いや、遠回しにディスんねえ、いや、面白いコメント残してくれよって思うよな、働けって。なんか
よくわかんないな、何働けって言われても、確かになんか嫌なんですよ、働けって言われると。は？ってさ、なるじゃん。意味がわからない。働きたくないよーっていうタイトルで、働きたくないよーを語ってる男に働けっていうならわかるけど、その動画と関係がなさすぎる、さすがに。低能か、もしくは、コメント間違えましたか？他の動画になんか、他の、人の、ニートの人のチャンネルにコメントを間違えたのかな？働けって、いや、ぐさっと刺さりましたけど、なんか、低能がなんかね、ちょっと悲しいよね。俺より年齢層は下であってほしい。まあ、こんなゴミみたいなやつはね、多分、まあね。社会的にこいつゴミなんで、いや、そうだろ。こいつがどんなに偉いやつでもゴミだよ。いや、カチッとくるわな、働けって言われても。だからニコって返してやった。絵文字で。めっちゃムカつくっしょ。でもなんか俺アンチコメントにしかコメント返さないんだよな。働けってよくわかんないな。何をもって働いてほしいんだろうね。俺が働いたらどうすんだろうね、そいつは。死ねよって言ってくるやつもいるしね。なんか意味わかんねえな。まあ、もうこういうやつブロックしてもな、意味ないんだよな。どうせ次回コメントしてくんねえんだもん。通報したところでな、でも通報しよっかな。アカウントバンになるかな。やってみよっかな。いや、なんか、面白くないんだよな。コメントって面白いこと書く場所だと思うし、こういうコメント来るとなんか、そうって感じになるよね。何働けって。荒地の荒地の魔女って動画やん。なんか悲しいよね。まあ、こういうゴミについて7分語ってる俺もどうなのかなって思うけど、まあ、これが、まあ、悲しいな。何歳なのか教えてほしい。君何歳ってめちゃくちゃムカつく質問返してやろうかな。で、俺ね、アンチに適用なのはめちゃくちゃコメント返すことなんですよ。はい、コメント返しまーす。頭きたんで。君何歳って。でね、何が一番ムカつくかっていうとね、君、何歳？君何歳っていう言葉ムカつくよね。働け。働け。毛虫。よし、もう永遠と、こいつでもうしりとりしてやろう。ムカついたから。毛虫、シグマ。シグマ。マリモ。お、危ねえ、門番って言いそうになった。もって意外に、んで終わんの多いな。木材。まあね、これね、自分のもし口で言ってもいいんで。木材、イカメラ。ランドセル。ドセル。じゃあ、アベマ TV の7つの大罪始まるまでやろう。まあ、こいつね。まあ、春休みキッズなんでね。なんだろうな、ウィップラッシュってどっかのバンドの名前かな。絶対こういうガキンチョって自分で名前考えるのないから、ウィップラッシュってどっかのなんかだと思いますよ。ウィップラッシュっていう映画か。幻想的で切なくなる感じの画像。ファンタジックで綺麗な虹イラスト。キモ。そんなのアイコンにしてんのかよ。
もう俺にディスられたら天、俺がディスったら天下一だからな。ランドセル、ランドセル、ルと言ったらルンバ。幻想的に失礼ですが、絆創膏。これアンチにはね、めちゃくちゃコメント返すのがね、有利な、一番俺はいいと思ってて、まあ、こいつに時間割いてるじゃないかって思ったけど、やっぱ恐怖感じるでしょ。1コメントしたら、10個コメント返されるって気分を味わってほしいわ。これ有名 YouTuber がいいじゃん。1発言したら100返ってくるみたいな。絆創膏、うんこ。コマ。なるべく短いもんじゃない。マント。もうね、前もヌタさんにね、まあヌタさんはもうヌタウナギさんはね、面白い人って分かったんで、ヌタさんっていう、時計。まあいいや、同じ言葉があったのが関係ない。俺がルールだからね。一人しりとり、いはいいです。いくら。ラスカル、ルビを振るの、ルビ。もうなんか200件くらいこいつに返してやろう。頭くるから。ルビ、ビル、ビールとビルは違うからね。ビル、ルビ、ビール、ビール、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 ルス、ルスバンだとダメだからね。スイカ、カモメ、メ、目玉。いや、こんなことする YouTuber いる？え、俺 YouTuber じゃないか、動画投稿者。ま、マントって言ったよな。まあいいや、マントヒヒにするか。マントヒヒ、ヒダルマ、ダルマ、ヒダルマ、ま、巻物、のぐそ、そけいぶ、武器、きぬ、ぬ、ぬか、ぬってあんまないよな。ぬる、る、る、ルギア、あんこ、この葉、この葉、葉っぱ、パンツ、パンツティーってやったけど、パンツはツー、月、キング、グ、グロス、すき、すき焼き、まあ、すき焼きだけど、すき焼きだよ。き、機械、イキリスト、
トマト、トマト、まあ一回言ったけどいいや。いや言ってるか言ってないか。とトマト、トキ、あ匿名っていいな。聞く。キム、む、昔、し、しき、き、きはきだ。きりきりきりんだったの。きりりりんごって言った気がする。あでも言ってないんだな。しりとりから始まってないから。ごりんごごま、まおごま、まどろっこしい、まどろっこしい。これを俺はずっと続けます、12時まで。し、い、引退、引退、いいで終わった。うざけんね。いく、いくお、山本いくお、お使い、あ、お使い、またいいだ。インド、どつく、く、どつく、く、くま、くま言ったけどまあいいや。まきぞえ、よういち、え、えご、ころ、ろ、ろこもこ、こ、こく、こく、こくもつ、シュル、チ、ツ、ツク、ダニ、ク、ダニ、カユ、ニキ、サク。ク、クギョウ、う、ま、ます。そろそろ返信来ないかな。すく、すくりゅう、なんであいつ返信来ねえんだろうな。24分前にコメントしてんだからな。すくりゅう、うだな。うがい、異国、く、車、ま、車のファブリーズ、ま、巻き貝、い、い、んど、ねし、あ、あ、あ行変換、行、え、
お行変換、まあお行変換でいいかな。あーいや、まあ一応あにしとくか。あ、んで終わった。やば。ということで、んだほーんだは、あ、んだはにしよう。はい、復活チャンスです。危なかったねー。今ねすごいっすよね。今ね、あ行変換でんで終わってしまい、んだはというね、んだほではなくんだはが復活しました。んだは、白米、白米んって言ったら終わりだからな。い、異国の地、異国の地、地球、うずら、卵は言わないよ、ラッパ、パー、グキン、あー、んがつく、パグだ、パグ、グミ、グミ、みかんだと終わるな。みりんでも終わる。みき、きくばり、力作、薬、リキュール、ルグ、ル、ルブタンだと、ルブ、ル、ルブタ、ルグ、ルグ、ルイ、ルイ、ルイ、ルク、なんだろうな、ル、ルーブル、ルー、ルーブル、ブルタ、ルーブル、おお、変換で出しちゃった。ル、ルーブルでまたルじゃん、ふざけんなよ。ルイ、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 ルイは友を呼ぶ。ルイ、ルイジャーナでもいいのか。ルイは友を呼ぶ。ルイ、イ、イカメラ、ラ、ラッコ、コクル、コクリコ坂、坂、からはないっていうね。か、感動、感動、う、うずらの卵、うずらってさっき言ったんだよね。あ、もう眠たいんだよ。眠たいけど7つの大罪見たいから、こいつの、こいつのたまぎって、ね、あのアンチは徹底的にコメント返信するんで、うずらの卵、ごーろり、ろ、ご、リス、リス、すくすく、すくと、とこ、ところ、ところ、
ライター。今何分とった？20分か。なんか映ってるかな。うん、よし、一旦休憩って言いつつ、単純にね、めんどくさいからこうやってやるだけですよ、いつもね。荒れ地の魔女って言ってた時のやつ。なんだっけな、すごいコメントびっくりした、変な音鳴った。ライター、あ、アシュラ、アシュラ、ラスク、くだもの、の、のい、のい、のぎく、のご、のず、のずるだ。るいは友を呼ぶ。るいは友を呼ぶ。漢字じゃないって。るいは友を呼ぶ。ぶ。文系になるんで、あ、文系だから文系なのかな。イ、イグアナ、あー、そっか、文系だから文系なんだ。イグアナ、ナス、ナスビ、ナグビ、ナスビ、ビクー、ビクーってあるよな。まあ、次はビクーニャだ。ビクー、ウッドフット、なんだそれ。ウーマンラッシュアワー、うー、うじゃ、うじゃ、じゃあ、うじゃうじゃめんどくせえから、薄く、くー、くるくるくる、くっそ、くそでいいかな。こいつくそだし、くそ。くそ、そ、狙撃。キーボード、キーボード、ど、どこ、もう、もく、もく、もい、もい、モイってあるんですね。ツイキャスでよくモイって言うけど、どっかの地方の挨拶でモイ。いいばっかくんな。イギリス。あと9分だ。まあ59分になったらやめようかな。イギリス、ス、スキューバ、ス、スク、スル、スイス、スイスだと同じか、めんどくせえな。すん、すんどめ、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 んこ、こ、こく、くる、くんだ、く、くじょう、あ、くじょうねぎでもいいんだ。う、浮き彫り、
力量。だけどいいか。カモメ、目玉、まとめ、明太子、こうって見てるとすごいちょっと不機嫌な顔に見える。明太子って言ってるんですよ。でで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 、こうろぎ銀行、銀行、ううになった。うぶ毛で、昔はなんかね、アンチ体制がなかった時はうぶひげって言って、まあうぶ毛だな。アンチ体制なかった時はアンチコメントに1回だけしりとりしてました。うぶ毛、ゲス、ゲスと、ゲス、すん、すこ、すん、する、するめ、いかは言わないという。まあほぼ同じだけど、めんたま、めんたま、まざ、マザー、マザー、ザー、あ、あくび、あくび、ビーン、ラムネ、寝言、吐息、キリン、ビール、と、今ね、キリンがやばいって言ってキリンビールじゃなくて、みんなを盛り上がるためキリンビールって言ったの。いや、これは言い訳じゃないですよ。ル、ルス、ルドルフってあんま使っちゃいけないじゃん。ルドルフ・ヒトラー、アドルフか、あれ、あんま言っちゃいけないか。じゃあやめとこうかな、そういう関係は。ルルイラルイルル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 ルンルンドルグルグイアナルアールアーだルアー頭巻き台、いそうろう、薄毛、薄毛、現金、はい、おしまい。
まいと。まい。で、コメントで、おしっこ。こいつに行ってくるからまたあとで楽しかったよ。はい、ということでありがとうございました。おしっこ行きたいんでバイバイ。